はい、畳み込み積分10回目、いろいろな波形応答をまとめ、ついにバグ取りということで、ちょっと拡大していきたいと思います。まず、回路網があって、入力出力、伝達関数、H オメガ。まあ、H オメガと HT とかいうときが、ちょっとわかりにくいのが最初と、線形、自負、因果性はいいんですけど、ユニットステップファンクションは分かっても、その応答のインディジタル応答というのは、ちょっと分かりにくいかなと。インパルス応答は、まあ、分かったとしてはという、そんな感じだと思います。で、順番に、例のユニットステップファンクションの話を、約何ページだったか、10ページ超やっていきたいと思います。まずこれがユニットステップファンクションのファイ t で、デルタ t を積分するとファイ t で、微分するとデルタ t、まあ、この微分と積分の関係と。で、ラプラス変換すると1と s 分の1で、ファイの0は2分の1ですよと。まあ、これはプライムの7、8ぐらいはこうなってるかと思います。それで単位パルスという1秒間だけ1という面積1のパルスを考えると。で、それの単位組み積分すると、1×1 は1というやつやってみると、こういうふうになって、面積は確かに1になりますけども、1ではなくて二等辺三角形が応答ですよっていうのが、まあ一番最初です。じゃあ、片方が2秒だと、ここが伸びるんだけども、このところになんとなくいかにも計算しとるという、まあ、バグというか、様子が見られると。それから、こういう波形と、こういう波形があった時の、ただいまこの積分をすると答えは、さっきと同じような、二等辺三角形だと、こっちが回るようになると。で、入力も伝達関数も単位パルス一周期分野すると、こういう形になると。ここはずっと続きます。こういう斜めになるやつはほとんどエラー起こらなくて、フラットがあると逆にエラーが起こるのがよくわかると思います。で、次。これを式で書くと、これ長ったらしい式になります。で、片方は方形派で、片方は三角派だと、こうなって、います。それから三角派が逆向きの時があると思います。これずっとやっとって、数式で書いてもらうんですけども、まあ、プライムの7、8あたりの逆、ラプラスすると、答えの最後のところ、この t の2乗のファイの t というのが、ついてこないと。ここです。というのは、バグといえばバグだし、まあ、t がプラスのところだけを見れば、あっけないけどといった、まあ、そんな感じです。で、逆向きになると、これの形が、こういう形になって、この一番最後だけ、ファイの t がないよという、まあ、バグといえばバグがあるというのが、ずっと続きます。これは三角と三角の場合の、単位組み積分で、ずっと一緒です。三角と三角で、
この最大値とか、最大値の時間なんていうのは、まあ、こんな感じで、この関数を使いながら求めるということになってきます。例のデジタルサンプリング1ミリセカンド版というような感じでやってます。それから、ニューロックと電圧関数が逆向きの三角関の場合がこういう形です。外と外向いてる場合がこれで、内と内向いてる場合、これとこれの場合が、まあこんな感じで、三角と三角の場合が、こういう答えと。んで、さっきの最後の戦略とかの中に適当な数値とかを入れてやると、途中の値がいくつになるかということが、よくわかります。例えば、関数が重なった時には、面積はと言ったら、点かける高さは2なんで、二分の一になるかと思いきや、これを二回かけてることになるので、こういう計算になるということが、片方がずっと一で一定だと二分の一になりますけども、三角と三角の対の積分はこういう形になると。まあ、全部、他になくほとんど最後に、y の t がないよという、いらんなので、これは、これも求まった答えに付けどうという形になります。で、片方が、これが乗法系の対極積分の問題です。方形パルス的な波形と、ちょっとこの二等辺三角形でない三角形の対極積分を計算してみようという、乱乗法系の問題です。で、ここで、万が一番があるときの直し方をちょっと紹介したいと思います。まず、クリア T をしとくと毎回いいよと。で、片方を T の関数として、これは多分この三角関のやつだと思います。これと定義すると。それから単位パルスも定義すると。で、ラプラス変換できるかなと思って、こいつとこいつをラプラス変換してみると、もしこれがうまくいかないときには、これですけども、この t がちゃんと変数としてあるか、一度としてあるか、バラバラだったりすると、バグるときがあるんで、今はどうなっとるかと言いますと、ラベルが自動。ラベルが自動になっていて、まあ、うまくできていると。自分でちょっといなくなくうまくいかんときには、これを自動になっとるかを確認すると。それからもう一個、0.5とか1.5という、傾きとかの時間を含めてですけども、分数にすると、より正確に計算できやすいので、バグる可能性が減ります。まあ、分数にしておくと、予想、強化して的な答えにより近づくということで、これは0.5とかされてますけども、分数にしてやる。それから、シンボリックの、うまくいかんときには、ラベルを確認する。で、S 領域の答えが求まってきたら、両方かけてやって出力になるので、逆ラプラスと一発でやる前に、これのエクスパンドをしてから、逆ラプラスすると、まあ、それぞれが細かくなっとった方が簡単に変換しやすいので、
成功する確率が増えると。これがないと、まあ、たまたまこの場合は、YS がどこか定義されとれば、うまくいくということになります。YS、これ、エクスパンされとるからうまくいっとって、最後にここに、YT がないというバグが残るだと。ちょっとこれはもしなかったらどんどんやってみたいと思います。あ、まあ、大丈夫でしたってことです。それからこの t が万が一変数とかバラバラだったらと。大丈夫でしたということで、プライム7ではかなりこの辺でバグりましたけども、プライム8になったらだいぶそういうのに対する、エラーが起こりにくくなったような感じがします。こっちもやってみましょうか。特にプライム8ではうまくやってくれると。この X1 もダブってもちゃんとやってくれると。以上、この辺にいくつか4つぐらい書いたのが、まあ、バグがあるときの、特にプライム7のバグ取るときのチェック項目であります。プライム8はよっぽど良くなったというのは今まで分かってたと思います。例えば、プライム7のときにバグ取ったのが、分数をするとうまくいくよというものであります。これは、逆バースうまくいったので、まあ、うまくいったと。で、さっきに山があるときと、後から山になるときで、この出来方が逆になってくるので、注意する必要があるので、どっちにしても 1×3 角形なんで、ここが1になります。ここが、これが、ここからここまでが入っているときになると1になるけども、こういうふうに入っているときには、面積が1より大きいので、このところにちょっと変わってくると。ことはこれでよくわかります。一緒ですね。はい、以上です。